安重根は大韓民国海軍の潜水艦。孫元一級潜水艦の三番艦。艦米は安重根に由来する。安重根は現代重工業ウルサン造船所で建造され、2008年6月4日に合同参謀議長や海軍参謀総長などが臨席の下で浸水。2009年12月1日に富山作戦基地にて収益し、 初代艦長イオン運中佐の指揮下で深海に所在する第9戦団に配備される。しかし2010年春頃に運行が停止されていたことが朝鮮日報等の報道により明らかになっている。ボルトが折れたり緩んだりする事故が2年間に3回発生したためとされるが韓国ではこの問題を解決することができず。 孫元一級潜水艦のライセンス元である214型潜水艦を設計したホバルツベルケドイツ造船の技術者が調査し補強を行った結果、ようやく問題が解決した。2014年8月2日には、野戦整備において、プロペラに7箇所の亀裂が発見され、現代重工業で精密検査したところ151箇所の亀裂が発生していたことが分かった。 野戦整備で同時に点検された、ドイツ製プロペラには亀裂は一箇所も確認されておらず、唯一韓国内で製造されたプロペラのみに、前述の亀裂が確認された。韓国国会国防上任委員会委員の金博氏、賃議員が2015年9月22日に、海軍本部及び国防技術品出委員に提出させた資料により、明らかになった。2014年10月、 韓国 SBS は本来なら孫元一級は数週間海中で作戦行動を行える性能を有しているはずにもかかわらず実際には燃料電池の不具合から連続先行が可能な期間は数日に過ぎなかったと報じた。孫元一級三隻の燃料電池は海軍が購入する前からすでに不具合が判明していたにもかかわらず海軍はこれを三隻購入し その後も燃料電池は102回も停止したという。防衛事業庁は浸水してから6年が経過した2013年、燃料電池の冷却システムに問題を見つけ、2014年上半期に修理を終えたと明らかにし、同年10月から燃料電池が深海で10日以上動作するか再検証する予定だという。ありがとうございます。